どうも、うずです。今回もちょっとカメラの話いきたいと思うんですけれども、今回はカメラ本体の話ではございません。今回お話ししたいのはレンズの話。キャノンの今回はレンズの話を中心にいきたいと思うんですが、カメラのレンズって様々あるじゃないですか。こう、まあ、いろんなね、メーカーが用意してるこのタムロンのレンズだったり、これなんだっけ？これあれだ。ルミックス、パナソニックのナノサーフェスコーティングがされている、ちょっとね、いいレンズなんですけど、こういった望遠レンズだったり、あとはアルファマウントのレンズ、これソニーのレンズね。様々なレンズがあるわけですが、その中でも、やはりね、私キャノンをよく使いますので、キャノン使いにとっては憧れのレンズ。ここね、この赤いライン、この赤いラインが入ってる L レンズ。L レンズって聞いたことあります？カメラ使ってらっしゃる方は十分わかってると思うんですけど、この L レンズというのが、ラグジュアリーの L なんですよ。まあ、要は贅沢なってそのままの意味なんですけど、そのキャノンの L レンズ、赤いラインが入ってる L レンズは、贅沢なレンズで、基本的に、高額なレンズが多いです。多いですというか、まあ、基本高額なレンズです。まあ、キャノンが誇るね、高額技術をこう結集させたような、まあ、素晴らしいレンズなんですけど、この L レンズというのがございます。で、その L レンズの中に、さらにちょっと貴重なレンズ、その貴重なレンズの中で私は1本しか持ってないんですけれども、この EF7200F2.8IS、このレンズ随分昔に購入したレンズなんですが、このレンズ何がすごいかというと、まあ値段もすごいんですけど何がすごいかというと、中にホタル石というのを使っています。カメラの レンズ使う方とかね、一部の方じゃないとよくわからないと思うんですけど、ホタル石っていうのが何なのか。軽量でその光の屈折率が低くて、幅広い波長の波を透過し、色周差が非常に小さいという、特異なレンズでございます。レンズというか石か。それを加工して作り上げるレンズなんですが、このホタル石というのがすごく貴重な石でして、本当貴重らしいんですよ。1800年代だと本当にね、顕微鏡にしか使われてなかったと言われるすごい貴重な石でして、で、ただこの石をそのままレンズにね、大量生産するのには向かないので、1969年、キャノンが世界で初めて写真用レンズとして人工ホタル石の実用化に成功したということが、大きな、大きなことです。ただし、光学材料としてのホタル石は非常に傷つきやすくて、研磨に時間がかかるため、大量生産が難しいレンズということには変わりなく、ホタル石が組み込まれている、その、高級なね、レンズっていうのは、かなり数も限られるという。まあ、限られるというか高くなるのはそこが理由です。ただそのホタル石を利用したキャノンのね、望遠型のね、望遠のズームレンズとか望遠レンズに採用されているんですけれども、基本的にはね、その描写力は、まあ、世界のフォトグラファーからでも、やはりすごい評価を受け、プロのカメラマンの方なんかはね、やっぱり持ってらっしゃいますから、それだけの価値があるものなんですよ。まあ、カメラに興味ない人にとっては全然価値のないものですけどね。ただ私持ってないんですけれども、キャノンのレンズ群の中には現在、UD レンズとか、スーパー UD レンズというのがございます。ホタル石のその優れた特性をさらに多くの人に使ってもらいたいというために、新しく開発されたレンズなんです。新しいって言ってももうそこそこ経ちますけど。まあ、ちょっとね、カタログ見てみようね。UD レンズ、スーパー UD レンズ。色の滲みの原因となる色周差を抑えてくれるという、この色周差を抑えるというところがホタル石のかなり特性の一つだったんですけれども、この UD レンズもその機能がかなり優れているレンズになります。このカタログに書いてあるね、ホタル石まではいかないんですけど、まあ、2枚だね、2枚でホタル石1枚にほぼ匹敵する性能を備えていますということで、その組み合わせによってこのね、ホタル石搭載のレンズに匹敵する描写力を得られるということになります。で、1993年にもともとあった UD レンズの光学性能を大幅に向上させたスーパー UD レンズも開発されたということで、もうすでにね、この2017年の時点で20年以上経過している技術のレンズになりますね。あ、そうそうそう、このホタル石ね、ホタル石を利用したレンズがキャノンしか持っていないのかというと、そういうこともなく、例えばニコンだったら、ニコンは ED レンズっていうのがいいレンズあるんですけども、高級レンズがあるんですが、その中のやはり望遠型のレンズはキャノンからだいぶ遅れましたけれども、しっかりホタル石を採用しているレンズがございます。だから旧型のね、本当に旧型のレンズだとね、使ってないんでしょうけど、リニューアルされた、いつぐらいだったかな、2000年ぐらいにあったかな、レンズにはホタル石が利用されております。あとは最近私が利用し始めたパナソニックのカメラのレンズもなんですが、パナソニックのカメラはさすがにホタル石を利用しているレンズはないのかな、なさそうですね。
なんですけど、やはり UED レンズ、あとは ED レンズということで、画像のね、隅々まで色のにじみが少なく、シャープでクリアな写真が撮れるというレンズも用意されてます。ただまあカタログにちょっと書かれてるけどね、さらに分散性が小さく、光のね、分散性が小さく、ホタル粒子に近い性能を持ち、より優れた描写性能を実現してますということなので、まああくまで高級レンズね、いいレンズが目指すところは、ホタル粒子の透過率、描写率、色周差の少なさ、そういったところを目指したものがレンズとして開発されてきてるわけですね。あ、ちなみにパナソニックのレンズは、ここにね、X マークがついてるやつは、ナノサーフェスコーティングっていうのが入っていて、レンズをね、光がこう通過するときに反射してしまう、そのね、光って必ず反射してしまうんですけど、レンズに入る段階で。で、そういったもので画像にゴーストっていうちょっと滲みな、光が滲んだものとか、フレアって言ってそういうなんか反射した変なね、円形のね、ものが映り込んでしまうんですけど、それを極力抑えられるっていう。パナソニックの場合はね、この X マークが入ってるレンズがそのナノサーフェスコーティングっていう仕様になってる、いいレンズになっております。まあみんなにお勧めするわけではないんですけど、一眼カメラとか一眼レフカメラをね、せっかく始めたとかこれからやろうっていう方、これからやろうって方はここまで考える必要ないか。すでにね、キットレンズで楽しんでらっしゃる方、もしね、お時間がありましたら、各メーカーが、このレンズ専用のカタログというのも用意してますので、レンズ以外も載ってるか、アクセサリー類も載ってるんですけど、こういったカタログ用意してますので、ちょっと目を通してみるとなかなか面白いですよ。その中に、こういったキャノンだったらね、L レンズの特徴だったり、その、他にね、イメージスタビライザー、IS って機能がどういうものなのかとか、いろいろ載ってることがね、記事の中に載ってますので、そういったものを見てみるとなかなか楽しめるんじゃないでしょうか。ということで、ね、本日はちょっとカメラのレンズの話をさせていただいたんですが、いろいろとこう、まあ、動画でね、動画だけを専門でやる方だったら、また動画に向いてるレンズがあったりとか、モーター音がしにくいね、レンズとかありますし、望遠とかマクロレンズとかね、そういう自分の趣味に合わせたレンズってね、やはり用意していくことになると思いますので、ぜひ、ちょっとレンズの世界も楽しんでいただけるといいかなと思い、今回こういう動画を撮らせていただきました。ちょっとね、分かりにくく伝わりにくかったところもあると思うんですけど、マニアックなところがあったので、こういった自分の好きな話を常に発信しているチャンネルになりますので、カメラの話が最近ちょっと多いんですけどね、ゲームの話だったり、まあくだらないことやっていたり、そういうこともやってるチャンネルになりますので、こういうチャンネル嫌じゃないなっていう方いましたら、ぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。よし、今日はちょっと桜行ってこよう、桜撮ってこようね。こっち入っていい？いいよ、別に。じゃあ、ゆいは前撮っていい？いいよ、別に。イエーイ。